バンダ海付近の地図。赤色がアンボン島。八百九十八年のアンボン島の地図。アンボン島はインドネシア東部にある島。バンダ海の北側、セラム島の南西に位置する。モルッカ諸島の一部であり、面積は七百七十五平方キロメートル。火山島でもあり、最高所の標高は千二百二十五メートル。東西方向に長い陸地が二つ並び結ばれた。 形状をしており、島の長さ約5 0トルに対し、約2トルの地境で2つの陸地が結ばれている。かつては、北の人島と南のレーティモル島に分かれていたが、陸形差しで1つの島になった。主要都市は、島の南部にあるアンボーン。アンボーンは、マルク州の州都でもある。熱帯の気候であり、島の植生は、熱帯雨林で覆われている。周囲に、 サンゴ礁が発達している。1513年、最初のヨーロッパ人として、ポルトガル人が初めて、アンボン島に上陸し、テルナテ島で、ポルトガルが追い出されるまで、ポルトガルのマルク諸島における活動の中心となった。しかし、ポルトガル人は、ジャワ島の北海岸へ渡る主要な港として、商業的。 宗教的な交流のある人を中心とした島の東北部の土着イスラム教徒によって定期的に襲撃を受けていた。ポルトガル人は1521年に工場を設立したが1580年まで平和的に所有はできなかった。実際ポルトガルは現地の高新量貿易を統制できずにナツメグ生産の中心バンダ諸島において権限を獲得する試みに失敗した。 1605年、ステフェン・ファン、デアハーゲンが無欠で砦を引き継いだ時には、すでに、ポルトガル人は、オランダ人によって追い出されていた。1610年から1619年まで、バタビアが設立されるまでの間、アンゴンは、オランダ東インド会社の本拠地であった。1615年頃、イギリスが島のカンベロに居住地を形成した。これは1623年に、 オランダに破壊されるまで存在した。オランダによる破壊では、不運な住人を苦しめた攻撃的な拷問も行われていた。実りのない交渉の後、1654年に、クロムウェルはオランダに対し、アンボン虐殺に苦しめられていた子孫への賠償として、マンハッタン島に加えて、計30万ギルダーの供与を敷いた。1673年史順のジョン・ドライデンは、悲劇。 アンボイナを制作した。1796年、ピーター・レーニア提督のもと、イギリスはアンボン島を手中に収めたが、1802年のアミアン和訳によってオランダに戻された。1810年に再び、イギリスが奪還するも、1814年に再度、オランダに戻された。アンボン島は19世紀まで世界のクローブの生産の中心であった。オランダは、 アンボンの独占権を確保するため、クローブの木を育てることを禁止し、他の島々はその規則に従っていた。オランダ統治時代は、アンボンはオランダ居住民の中心地で、モルッカ諸島の軍司令部が置かれていた。町はビクトリア砦によって守られ、1911年の百科時点には、広い道路で綺麗に植樹された清潔で小さな町と特徴を付けられていた。 オランダ人以外にもアラブ人、中国人そして少数のポルトガル人の居住者がいた。アンボンの街にはオランダ軍の主要基地があり、第二次世界大戦時にはアンボンの戦いで日本に数軸国側から接収された。乱印作戦にアンボンの戦いも参照1945年にインドネシアは独立を宣言した。スカルの大統領がインドネシアを中央集権国家に 変えようとしたことと民族的、宗教的な緊張の結果、アンボンはインドネシア政府に対して反発し、1950年の南モルッカ共和国の反乱が起きた。ウィキメディアコモンズにはアンボン島に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。